T-45、ゴスホーク T-45、CT-45 CT はアメリカ海軍で運用しているジェット練習機。愛称はゴスホーク。イギリスのブリティッシュエアロスペース社が開発した BAE ホークジェット練習機を採用し、マクドネル・ダグラス社が感情運用可能な機体として解説計を行ったものである。1984年より本格開発が開始され、 1991年に初飛行した。1992年より引き渡しが開始されており、200機以上が生産されている。T-45 の原型機 BAE ホーク1970年代中盤より、アメリカ海軍は新しいジェット艦上練習機を求めていた。これは、 TA-4 高等練習機と旧式化した T-2 バックアイ中間練習機の2つの役割を統合する計画であり、VTX-TS の解説計案が採用され、1984年より本格的な開発が開始された。アクシデントに弱いとされる単発機を不時着の困難な洋上で運用する不安を除けば、選定された BAE ホーク自体は優秀な練習機であった。 こう、高アオン足、音速域での運動性を重視した、低翼配置で、緩い後退翼を持つ主翼と、パイロット練習生、共感の双方に、良好な視界をもたらす大型キャノピー及び、重列複座配置の座席を持つ、まさに超音速機への段階を踏むための中、高等練習機として、申し分ない機体である。しかし、あくまで原型機は空軍向けの陸上機であり、 航空母艦で運用するための装備を持っていなかったため、開発に際しては、空母運用に必要なカタパルトバーアレスティングフックの追加、エアーブレーキの位置の変更、射出座席のアメリカ海軍仕様への変更などが行われている。機体構造、着陸脚の強化も行われ、前足はシングルタイヤからダブルタイヤにされた。さらに、低翼機では不足しやすい。 着艦時に必要な低速安定性確保のために、尾翼の拡大や主翼前沿スラットの追加及び、ベントラルフィンの追加も行われた。空母ハリー・エストルーマンに着艦する T-45T-45C 仮面陸軍士官学校と海軍兵学校のカレッジフットボールチームのダービーマッチであるアーミー、ネイビーゲーム開催に伴い仮面にビートアーミーが、 側面にもともとあるネイビーの前に g の文字が追加されている。所定の改造を施された BAE ホークの T-45 としての初飛行は1988年4月16日に行われた。全規模開発機は2機が製造されている。当初は、艦上機型の A 型と艦上機としての装備を持たない、陸上型の B 型が製造される予定であったが、 B 型の開発は1984年に中止となっている。また T-45 は T-45TS の一環として開発されており、機体のみならずフライトシミュレーターなども同時調達となっている。FSD 機の試験結果より量産機ではエンジンが強化されている。量産型の初飛行は1991年12月16日。 1992年1月より海軍への引き渡しが開始された。訓練部隊第21訓練飛行隊に配備され、訓練運用の開始は1994年である。当初の予定では、アメリカ海軍は268機の T-45 を取得する予定であったが、生産当初は197機の発注に縮小され、後に増産がかけられている。 1994年には、軽機類をグラスコックピット化した改良型の T-45C が初飛行しており、旧式の A 型も順次 C 型仕様に改められている。C 型は1997年10月より引き渡しを開始している。原型機の BAE ホークには、機関砲及び空対空ミサイル、爆弾等の各種兵装を搭載して、 軽攻撃機としても、運用可能な方も存在するが、T-45 には、実戦兵装の搭載、運用能力はない。ボーイング、T-45 トレーニングシステム、ハットボーイング T-45 トレーニングシステム、バックグラウンダーハット T-45 ヒストリーページ、US ネイビー、16のオベンバー2000、世界航空機年間1998、 竹縄投射 T-45 ゴズォーク、月ニュースデートオブザ、アートコックピット、コックピット -21。ありがとうございます。